皆さんこんにちは。こんにちは。ありがとうございます。さあここからの時間はスタジアムオリジナルプログラムヒートアップタイムです。バラスタ場内ビジョン、そしてですねガンバ大阪のオフィシャル YouTube チャンネルで配信を行っていきます。まだガンバ大阪のオフィシャル YouTube チャンネル登録いただいていないという皆さんはぜひぜひこのタイミングで登録をよろしくお願いします。改めましてこんにちは、ガンバ大阪スタジアム MC の千石浩一です。さあガンバ大阪はリーグ戦3連勝、そしてルヴァンカップは大阪ダービーを制しグループステージ首位突破を決めてくれました。最高の流れで今日ここリーグ後半戦を迎えることになりました。サポーターの皆さん、今日もパナスター一丸、最高の勝利、勝ち点3ともに掴み取りましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあそして本日は豊中市民応援デーということで、昨年に引き続きまして地元豊中市で活動されています日本センチュリー交響楽団の皆さんにお越しいただいております。今日は金管50奏の演奏を皆様にお届けします。それでは日本センチュリー交響楽団の皆さん、よろしくお願いします。
素晴らしい演奏ありがとうございました。皆様今一度大きな拍手をお送りください。さあ今日のヒートアップタイム、もう早速ですねすごい盛り上がりを、まずはですね日本センチュリー交響楽団の皆さんに作っていただきましたけれども、引き続き本日はゲストをこちらにお迎えしたいと思います。ガンボ大阪背番号37番山見弘人選手です。さあサポーターの皆さんが山見選手もう目の前にいらっしゃるので、ちょっと一言ご挨拶いただけますか。山見弘人です、お願いします。はい、よろしくお願いします。こんなにたくさんの皆さんの前で普段はプレーをしています。今日はトークということでお話聞かせてもらいますけど、またちょっといつもとは違う緊張がありますか。そうですね、人前で喋るの得意じゃないんでちょっと緊張してます。皆さんお手柔らかにお願いします。さあ、山見選手、ガンバはリーグ戦5月の新潟戦から3連勝と非常にいい流れ作り出してますけれども、やはり今この練習をしていてもその雰囲気っていうのはいいものがこう毎日の練習の中から作られてるんですか。そうですね、やっぱり勝ててない時期とは違って、うん、練習メニューとか固定されてきて、やっぱりこの練習をちゃんと取り組めば試合でいい状態のパフォーマンスができるっていうのがやっぱり分かってきてるので、そういった部分では全体的なコンディションも上がってますし、練習の雰囲気もとてもいいものになってるかなと思います。そういう意味ではこの5月のアウェーの新潟戦のこう勝利っていうのはかなりチームにとって大きかったっていう感じですか。そうですね、やっぱりずっと勝ててなかったので、ああいういいゲームができて勝てたっていうのはすごい良かったかなと思います。さあそしてルヴァンカップの方では大阪ダービーということで、アウェーの地にたくさんのガンバサポーターの皆さんも詰めかけていましたけれども、やはりこちらも必ず勝って突破するぞっていうのは試合前からあったわけですか。そうですね、やっぱりダービー勝って突破するっていうのは意味あるものだと思いますし、そのリーグ戦のいい流れをどんどん長いものにさせていくためにはやっぱりあのダービーに勝つっていうのは絶対に必要なことだったと思うので、みんな強い気持ちを持って挑んでたと思います。後半かなり苦しい時間帯もありましたけれども、じゃあそういう意味ではとにかく勝つんだっていうその気持ちがあの試合では90分が最後まで出続けた。そうですね、やっぱり勝つことが大事だったので、内容ともかく勝つっていうことが絶対条件やったって感じですかね。じゃあ今のガンバにはその結果ある部分ではこう結果にこだわってしっかりとやっていくんだ、スタイルどうこうではなく気持ちの部分で最後までファイトするっていうのがどうなんでしょう。このシーズン始めよりもかなり浸透してきた感じ。そうですね、もう11人全員でそのインテンシティという部分が求められているので、そういった部分が全員ができているから今のいい流れに作られているのかなと思います。なるほど、今日の試合も本当に楽しみですけれども、さてガンバは6月12日に、まあ、約4年ぶりになりますけれども、触れ合い活動久しぶりに選手の皆さん、スタッフの皆さんが学校に訪問をしてというね活動を行われてましたけれども、どうですか、学校っていうまず場所に訪れるっていうのが久しぶりだったわけでしょ。そうですね、僕は自分の母校である小学校に行かせてもらったので、はい、やっぱそういった部分では懐かしい部分もありましたし、僕が小学校時代にもガンバの選手来ていただいてもらってふれあい活動っていうのをやりましたので、そういった部分では逆の立場でできたっていうのはすごいとてもいい経験になったなと思います。思い出せる範囲でいいです、当時山見選手の学校に来てくれたガンバの選手って覚えてますか。ああはい、バレー選手とバレー木村敦史選手が来てもらいました。木村さんはしょっちゅうここにも来てるんでね。あでも懐かしい名前。そうです、バレー選手が来てくれて、はい、その時はどういうことをやったのか覚えてます。まあ、僕らが行った時と同じような内容でやっぱり選手に質問させたりとか、うん、一緒にサッカーをして楽しんだっていう感じです。はい、実際に今回のふれあい活動で子どもたちから山見選手にどういう質問が来たんですか。まあ、試合中にどんなこと考えながらサッカーしているのかとか、あとはまあ好きな食べ物とかそっち系が多かったですね。ちなみに山見選手はサッカーを始めたのはいくつぐらいから。僕は、年中ですね。早いね、もう5歳とか多分そのくらいと思う。そのぐらいですよね。もうその頃からいずれはJリーガープロの選手になりたいんだっていう思いっていうのはもう早い段階から持ってたんですか。そうですね、僕の友達のお父さんに実吉さんがいたので、
そうか、それがいたのでやっぱりガンバというものはより身近にあったので、やっぱりそこの舞台を目指すっていうのはすごいありましたね。じゃあもう何としてもプロになるぞという中で、よりその夢が具体的になったのはいつぐらい？まあ、あんまりここで言うことじゃないのかなと思いますけど、うん、僕が大学1年生の頃にここで感覚としてガンバ大阪と試合させてもらった時に、はい、うん、やっぱりよりプロっていうことを考えるようになりました。覚えてる。すごい活躍した。ぜひうちに来てほしいと思ったら来てくれたねえ、サボダの皆さん。さあ、そのプロを手繰り寄せるために、山井選手、今日本当にたくさんね、もうほら見て、ここ子供たちが目の前に来てくれてますけれども、その小さい頃から特に大切にして取り組んでたサッカー、練習だったらありますか？そうです。僕は自分のチーム自体が小学校4年生になるまでパスが禁止っていうチームだったので、やっぱりマーカーを短い距離に置いてボールでドリブルしていくっていうのはやっぱりずっと意識してましたし、うん、まあ、家の中でずっと柔らかいボール使ってリフティングとかドリブルの練習とかをしてたので、それが今に生きてるのかなと思います。じゃあもう小さい頃から常にそういう毎日だ。そうですね、もうボール触れて何かしらこうサッカーの取り組みをずっとしてきた。小さい頃はしてました。壁はなかったですか、この J リーグガンバに入るまでの間に？そうですね、まあ、やっぱり高校に入って高校1年2年と試合に全然出れてない時期があって、うん、高校3年生になってからやっと試合に出てたので、その高校1年2年生っていうのはすごい苦しいものになったかなと思います。そういう時に自分を強く持たなきゃっていうふうに思えたの？いや、その時はなんていうんですかね、そこまでプロになりたいと思ってなかったので、やっぱり一回諦めてた時期っていうのがあったので、まあ、そこの時はやっぱりうまくなんていうんですかね、気楽にサッカーだけ、サッカー以外のことも楽しみながらできたっていうのが逆に良かったのかなと思います。そうか、いい距離感でこうサッカーと向かい合って、はい、そしてまた大学入ってスイッチ入った感じか。そうですね。さあ、今日はですね、皆さんにもぜひこの後ですね、青黒スターライトとして選手紹介時ペンライトや LED ブレス光らせてパナスタの雰囲気をね作り上げていただきたいなと思いますけれども、はい、山見選手も今お持ちですけれども、ぜひ今日はですねこちらの応援グッズをお勧めしたいですね。はい、ミニペンライト、こちら税込み880円、9種類あります。はい、根元の部分をくるっと回転させていただくと青く、はい、点灯しますので、ぜひこちらねグッズ販売の方で880円税込みで販売しておりますので、ご購入いただいて、今日もですね青黒スターライト盛り上げていただきたいと思います。山見どうもありがとうございます。さあ、サポーターの皆さんは今ね山見選手すごく湧いてまして、はい、あそこに選手がいるんで、はい、目が合いましたね。頑張ってよ。はい、もう毎試合こうやってね、サポーターの皆さんと共に戦う姿勢をね、はい、福岡選手見せてくれてますけれども、はい、じゃあ少し、ここからは山見選手に引き続きお話をお伺いしていこうと思います。よろしくお願いします。さあ、今日はですねパナソニックエナジーパートナーデーということで、まあ、山見選手のちょっとこだわりなんかもお伺いしていこうかなと思うんですけども、お家にはいろんな家電があると思います。その中で購入する際に今お家にある家電でちょっとこれはいろいろとこだわってサイズをだったり色だったりこだわって家に迎え入れた家電っていうのはあるんですか？そうですね、やっぱり僕インドアなんで家でよくテレビゲームとかするのでやっぱりテレビっていうのには結構大きくていいものを買いました。まずテレビにこだわりを、はい、家で快適にゲームだったり、はい、いろんなものを見たりするために。そうですね。じゃあお家にはかなり大きなテレビがあるんだ？そうですね、60ぐらいのやつはあります。かなり。じゃあそれでオフの時にはリフレッシュして、はいはい、そしてまたこれからご自宅の方に迎え入れたい家電とかはありますか？そうですね、やっぱり最近ワンちゃん飼ったので、はい、そういった部分でやっぱり GIE のっていうのは欲しいなと思いますね。もうここを通してアピールいただいてます。パナソニックさん、山見選手、ジアイーノ、はい、まあ、除菌もできるし、脱臭もできるし、ね、加湿あって、さらに囚人っていう一つで、4つの機能を兼ね備えたっていうね、もうおなじみのジアイーノ、届くといいですね。そうですね、届いてほしいですね。この思いが。
さあ、その他普段のこのサッカーでの取り組みでのこだわりっていうのは山見選手はあるですか？例えばよく今聞いてるのはピッチに入るときに右足からとかっていうそういうこだわりだったり、スパイク履くときはこうしてますとか、何か試合に向かうときのこだわりはありますか？まあそこまで意識してないですけど、はい、やっぱり普段通りにやるっていうので、やっぱり、うん、まあ、アップ始まるギリギリまでテレビ携帯でゲームしたりとかなんかそういった部分でなんか普段通りっていうのは意識してやってます。普段そんな感じなんだ。はい、もうできるだけいつも通り。そうですね、いつもやってることをそのまま試合の当日もやりながらアップに向かっていく。はい、それが逆に言うとこだわりか。そうですね。じゃあそのリズムが崩れるとなんか気持ち悪いみたいなのもあるんだ。そう、逆になんていうんですか、逆右足から入るとか決めててそれができなかった時にやっぱり意識しちゃうかなと思うんで、うん、そういった部分は特にないですね。じゃあいつも通りっていうのが山見選手にとっては一番大事なことだ。はい、それでもやっぱり実際にピッチに立つといつも通りいつも通りと思いながらもこうグッとギアが上がってしまったりだとかっていうことはあるわけでしょ。そうですね、でもあんまりなんていうんですか、緊張とかはしないタイプなので、まあ、気楽にサッカー楽しもうと思ってやってます。ガンバのデビュー戦緊張なかったですか？そうですね、特に緊張はなかったですけど、うん、なんか勝ってる時に出してほしいなと思いながら試合に出てましたもうちょっと出やすいタイミングでっていうのは、はい、なるほど。じゃあそういう意味では山見選手はこう普段も変わらずっていうのがスタイルなんだね。そうですね、私生活でもこんな感じなんででもほら街歩いてるとさ、サポーターの方が山見選手見つけて山見選手とかって声かけてくれる瞬間もあったりするでしょ。そうですね、この前なんかスーパーで並んでる時にお菓子選んでる時に話しかけられたんで、はい、ちょっとそういうのはちょっとどう対応していいか分かんないってそりゃそうだね、はい、お菓子選んでる時に声かけられてもね、えって思うもんね。こんな普段こんなん食べてんねやと思われたとかしたらちょっと嫌やったんでまあその時はじゃあちょっとそっとしておいてもらって、はいはい、山見選手ときっちりと目が合った時には、はい、しっかり対応していただけるということで、はい、さあ今日からいよいよリーグ戦は後半戦に入っていきます。ガンバはここホームパナスタに鹿島アントラーズを迎えてということですけれども、今日を迎えるまでのこのチームの練習であったりそのチームの雰囲気っていうのを聞かせてください。そうですね、やっぱりセレッソ戦勝った後に、まあ、なんていうんですかね、逆に勝って兜のを締めろというか、そこでちゃんと、うん、普段の練習から今まで通りみんなセレッソ戦のままの気分のままで行くんじゃなくて、うん、やっぱり鹿島戦に向かっていくっていう部分でやっぱり練習からすごい集中して練習できてたと思うので、この流れのまま勝ってほしいなと思います。うん、求められる今日のゲームポイントとなってくるのはどういうところでしょう？そうですね、やっぱり鹿島さんはやっぱり、守備の部分の強度であったりとか球際の部分の強度っていうのはすごい高いチームだと思いますし、切り替えの部分とかも、中盤の選手が速くてそこの部分でやっぱりボールをどこまで収めれるかっていうのがすごい大切になってくると思うので、まあ、感覚の先輩に期待したいなと思います先輩に期待したい、あえて名前は言わないけど感覚の先輩っていうともうあの方ですね。そうですね、はい、やってもらいましょう。はい、はい、さあそれではですね、キックオフに向けてサポーターの皆さんのギアを一段上げてください。一言メッセージお願いします。今日も、熱い応援よろしくお願いします。ヒートアップタイム、この時間のゲストはガンバ大阪背番号37番山見弘人選手でした。
さあここでガンバ大阪ゴールキーパーチームがピッチに登場しました。皆さん大きな拍手声援でお迎えください。それではここで我らが熱き青の力ガンバ大阪エントリーメンバー18選手を紹介します。背番号1完全無欠ピッチ不当の青い盾東口正明。背番号2全身全霊かけてこそ青黒のエナジー福岡翔太。背番号3うなりを上げる青黒の若きジャベロット本田リク。背番号5ゼロの系譜ナンバーファイブの伝承者三浦健太。背番号6勝利へ導く青黒のコンダクター山本リヒート。背番号7全てはここから青のきらめき宇佐美隆。背番号8勝利をつなぐきらめく青の DNA メッシの亮太郎。背番号9問答無用一刀両断青の侍鈴木武蔵。背番号10歴史を背負う縦横無尽のナンバー10倉田俊。背番号13羽ばたけさらに高く塗り色の翼高尾龍。背番号14進化は続く総国の彗星福田優也。背番号23たぎる闘争心勇猛果敢なソルダードダワン。背番号24サイド揺さぶる総国の速さ黒川圭介。背番号29ピッチで脈打つ青木クオレ山本勇気。背番号34砦となれ次世代のディフェンスリーダー江川雄星。背番号47ハードワークの魔法をかける青の魔術師ファン・アラーノ。背番号48王国が生んだファンタジスタ石毛秀明。背番号99日本最強へ新守護神谷康生。以上我らが熱き青の力ガンバ大阪エントリーメンバー18選手をご紹介しました。さあパナスター場内ビジョンでのヒートアップタイムはここまでとなります。この後はガンバ大阪のオフィシャル YouTube チャンネル、こちらでライブ配信を行っていきます。引き続きぜひガンバ大阪のオフィシャル YouTube チャンネルでもヒートアップタイムをお楽しみください。ではこの後は池田琴美さんにバトンタッチしてお届けしていきます。 YouTube ライブをご覧の皆さんこんばんは。ここからのヒートアップタイムは私スタジアム MC の池田琴美が進行を務めます。よろしくお願いいたします。そしてこの後ご登場いただくガンバ大阪 OB の方への質問やガンバ大阪のこの応援コメントたくさんお待ちしています。皆さんいっぱい書き込んでください。それでは早速ご登場いただきます。ガンバ大阪 OB の美濃部直彦さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、ではまずこの美濃部さんの現役時代のお写真がありますのでそちらをちょっと見てみたいと思います。はい、こちらです。あまり変わらないですねまあ、ヒゲだけですね一緒なのは。確かにヒゲ確かにすごいこの、はい、
見覚えのある感じがこの今日もあヒゲあるってちょっとここにちょっと白髪がだいぶ出てきました、はいはい、このようにまずガンバ大阪でこの現役があってその後サンガでもプレーをされてということで、まあ、改めてファンサポーターの皆さんにこのご挨拶お願いいたします。はい、まあ、ガンバの OB って言ってもですね、僕はあの松下電器前身の松下の時に、はい、のまあ、18歳から入りまして、はい、でその後まあガンバになったんでガンバの J リーグ自体は93年の、うん、まあ、1年間だけだったんですけども、はい、まあ、まあ多分当時の僕を知ってる方は多分小6ぐらいの人でしたら今42歳より上ぐらいの人は、まあ、知ってもらってるかなと、はい、それ以下の人は多分知らない人は多いと思いますけれども、はい、はい、そんな感じでよろしくお願いいたします。まずその現役を経て今現在何をされているのかこう皆さん気になっていると思うんですが今何のお仕事をされているんでしょうか。そうですね、いろいろ J の世界で監督とかやった後にですね、はい、まあ、僕滋賀県出身なので、はい、滋賀県の方で会社作りまして、スポーツマネジメント会社作りまして、はい、サッカースクールとかサッカーチームとか、社会人とかフットサルとか、まあ、そういうのを作って運営しているのと、3年ぐらい前から今、はい、関西リーグのディビジョン1の方の飛鳥 FC って奈良のチームですけども、はい、まあ、そこの監督もやらせていただいてます。はい、本当に幅広くいろいろとそして全部サッカーに携わったお仕事をされているということなんですね。はい、ちょっと一つ聞きたいのが、うん、この監督を今もされているということで、うん、ちょっと私が普段から監督ってどんな風に過ごしているんだろうってすごい疑問に思っている部分があって、はい、例えば今日美濃部さんが監督で試合があるってなったら、うん、どんなことをしてるんですか。試合会場に入ってから、はい、会場に入ってからむっちゃ暇ですよ。暇なんですか。暇なの。嘘。っていうか、まあ、だいたいホテルとかで、まあ、はい、ミーティングしたりとか、うんうん、まあ、はい、軽食取って、まあ、準備をして、まあ、スタジアムに入ると、はい、まあ、マッチコミッショナーミーティングっていうのが一つあるんですけども、はい、まあ、そこで相手の監督とかレフリーとか、うん、コミッショナーと話しするっていうことが一つあるんですね。まあ、ミーティングがあって、はい、まあ、そこではまあ大体一般的な、まあ、ことしか話がないん で、うん、でその後、まあ、ウォーミングアップとか、試合開始まで暇で、うん、あんまりやることないですね。はい、確かに監督の方こうずっとピッチだったりとかね、うん、姿がこう見れないのでずっとこの裏でウォーミングアップこのしてる時とかにこう選手の皆さんに今日こうするんだぞとかそういう風に言ってるのかなって思ってました。言ってない、はい、もうすでにもう練習の中で終わってるんでそっか、まあ、どっちか言ったらちょっと捕食の雨とかそんな舐めながらこうゆっくりしてて、はい、でただウォーミングアップ始まると、はい、まあ、僕ですよ、僕はまあ相手チーム見て、はい、相手チームのウォーミングアップを見て、うん、まあ、こうどういう感じでやってるかコーチがどういうちょっとコメント出してるかとかをちょっとこう、うん耳傾けながらそんな感じでこそこそやってたんですね。なるほど、まあ、はい、皆さんねいろいろあると思うんですが結構皆さんじゃ自由に過ごせる時間があるっていうことなんですね。そうですね、まあ、どっちかって言ったら、まあ、イメージトレーニング、うん、今日のゲームはどうなっていくかとかどういう感じになっていくかっていうのは、まあ、事前に済ましていくことが多いですね。なるほど、はい、そして今フィールドプレイヤーの皆さんがピッチに登場されました。ちょっとね、こうピッチに登場するとスタジアム内も一気にこう熱気がこう上がって熱くなっているように、うん、この今画面でも、ね、見えるかなというふうに思います。ちょっと宇佐美クローズアップされてますね。そうですね、やはりこう、はい、皆さん期待ですから。そうですね、はい、キャプテンですし今日はこのような皆さんでガンバ大阪を、ね、勝利へと導いていただければと思います。また監督をしていてこの嬉しかったことっていうのはなんかあったりしますか。こういう選手がいてとか。あ、ですね、まあ、僕は京都サンガと徳島ボルティスと長野パルセーロっていう3チームは J リーグで やらせてもらったんですけど、はい、徳島の時に、はい、佐藤選手って佐藤っていう選手、秋広がいたんですけども、はい、僕はちょうど徳島離れる時にガンバに移籍したんです、うん、あ、もうそれそのタイミングでの移籍だったんですか、はい、ガンバに、はい、それがもう僕はもうむちゃくちゃ嬉しかったですね。おそれこう、うん、どういう嬉しさがあったんですか。ね、佐藤自身は言い方したら不器用で、うん、悪い言い方したらめっちゃ下手やったんですよ。そうなんですか。ただ、まあ、チームとしてね、はい、やらなきゃいけないこととか、それから当時のヘッドコーチがかなりこう、うん、
厳しく伝えて、ですごく成長してくれて、でまあ徳島って、まあ、当時はまだまだね弱かったチームからガンバに移籍したっていうのは、まあ、その個人的にはすごく嬉しかったし、で、まあ、ある程度ガンバでも活躍してくれたんで、まあ、ちょっと怪我とかしちゃって残念なところあったんですけども、すごくそれは印象に残ってて、はい、確かこうご自身が見られていた選手がより大きな舞台に羽ばたく姿、確か見られるとグッとくるものありそうですね。そうですね、まあまあ、本当不器用な選手で上手い選手じゃなかったんで、そのガンバに本当に必要なのかっていう、でもそういう何かこうアグレッシブさとか、はい、なんかこう一生懸命さとか、うん、そういうのが彼は持ち味だったんで、まあ、そういう意味じゃすごく良かったなと。なるほど、はい、なるほど、なんかすごいジーンとくるお話で、しかも三冠の時にもねその佐藤選手もいらっしゃって、まあ、怪我もありましたけど活躍もされてということで、うん、わあ、なんかそういうふうなこう選手が出るとこう監督をしていてすごく嬉しい部分の一つですかね。はい、まあ移籍してもね、うん、選手って1チームにずっといるわけじゃないんで、はい、いろんなチームに移籍してまた対戦相手にいたりして、うん、で試合前とかにちょっと挨拶来てくれてみたいな、ありますね、そういう姿、まあ、そういう時にこう、ね、やっぱ話できるのはやっぱり選手と監督のいい関係であったんだなってホッとする時でありますよね。なるほど、 そうか、その時だけで終わらずにその後もね、うん、はい、いろいろ確かにピッチとかでもこう試合前後でお話しされてる姿とか見ますもん ね、 そうですね、はい、まあ、だって嫌だったら来ないですよね。 あの監督嫌やったなみたいな、たあまり、ね、思いたくないところですけれどもなるほど、ではこの後なんですが、はい、ガンバ大阪 の、 この2試合ちょっと振り返っていきたいと思います、はい、VTR 見ていきましょう、お願いします。まずはホームで行われた第17節 FC 東京戦です。もう前半の早い時間25分に、うん、イッサムジェバリ選手、そうですね、まあ、早い時間に点が取れてやっぱりゲームは進めやすくなったっていうかね、セットプレーはやっぱどちらも 30% ぐらい取る確率高いんで、はい、それはさっき取れたのは大きいと思います、うん、やはりこう先に取るっていうのが結構重要なポイント、そうですね、あ、これ素晴らしいですね、はい、これが4分後ですに、はい、次頭でイッサムジェバリ選手、これはやばいです、やばいですか、このクロスの質と、はい、あ、それからヘディングはもう本当超一流、しかもクロスのところからのもう完璧、はいはい、は先にまずこの前半が 2-0 で終わりまして、はい、そして後半60分、まあ、これがゲームをこう決定づける大きなポイントになったんかなと、うん、そうですね、もうとどめを刺しに行ったという、はい、そうですね、2-0 のゲーム一番難しいんですけれども、うん、この3点目取れたことによってゲームはやっぱり進めやすくなったっていうのと、まだまあハンダがね、はい、あそこまで上がってこれたっていうのは本当に素晴らしいですね。そうなんですよね、この前のシーンとか、うん、あ、そこまで走るんだってちょっと感動したのも覚えてます。でこういった惜しいシーンもねたくさん見られて、はい、最後にこう失点はあったんですが、そうですね、はい、まあ、この失点で 2-1 だったらもっと焦ったと思うんですけども、はい、3-1 なんで余裕があったと思います。はい、そしてこの間行われましたルヴァンカップのセレッソ大阪戦、大阪ダービー、はい、この日今映ってるメッシの選手が誕生日の日だったんですよね、うん、そうですね、でまずいい姿見せてくれたのが谷選手です。まあ、こうリーグ戦とかねルヴァンとかによってこうキーパーも変わったりといろいろする中でやっぱりこういう自分でアピールする場があってよかったですよね。そうなんです。そして37分半田選手がルヴァンでも決めてくれます、うん、なるほど、いい感じですね。まあ大阪ダービーなんでね、もうここはもういつもそのどんな試合でもやっぱ勝ち負けはこだわらなきゃいけないとこなんで、本当にいい結果出たなと思いますね、うん、そうですよね。そして続いてこの後半はこう攻められるシーンもあったんですが、また谷選手が救ってくれるんですよね、うん、これとか難しいですね、タイミング、うん、本当いいタイミングで飛ばないとやっぱり入ってしまいますからね。そしてこのまま試合が終了し1-0で見事ガンバ大阪が勝利、そしてルヴァンカップをなんと首位通過をしました、うん、今2試合ご覧いただきましたけれども、公式戦では4連勝中ということで、本当にこういいイメージが選手の中でもあるんじゃないかなというふうに思っていまして、今映っているのが好セーブを見せてくれた谷選手ですが、まあ、ここからはまあ2試合のことも含めて今日このガンバの期待したいところだったり、どう戦えば今日も勝利につながるのかというお話をお聞きできればと思います、
まず最初に今日注目すべき選手お聞きしていいですか。そうですね、まあちょっと外国人選手2人が今日出れないということで、はい、まあ、代わりに入るセンターフォード宇佐美選手、はい、それから山本裕樹選手、はい、ここがやっぱり、まあ、どのような、うん、今チームの活躍調子がいい中でね、そこをどれだけこうキープできるかっていうところが注目かなと思いますね。じゃあ この、はい、このいい流れのキープっていうのはもうこのお二人が握ってるんじゃないかという、うん、そうですね、まあ、どれぐらいこう自分の力を発揮してチームにプラスアルファできるかなっていうところはちょっと注目したいなと思ってますね。おなるほど、はい、他にこのガンバ大阪がこう戦えば、うん、今日アントラーズに勝てるんじゃないかってそういう動きの予想だったりご自身が監督だったらどういうふうに戦います、はい、そうですね、これガンバの一応公式やけどアントラーズの人も見てますかね。あ、もしかしたらもうガンバを攻略しようと思ってる方は見てる人いるかもしれないです、ね、はい、ということはまあちょっとアントラーズの話最初ちょっとリスペクトして話させてもらいますね、はい、アントラーズ基本的に 4-4-2 のもう本当にオーソドックスな戦い方なんですけども、はい、もう非常にコンパクトに戦うこの3ラインっていうのが非常に細、うん、狭いっていうことですね。これは約30メーターぐらいの間で、まあ、この位置が変わったりするんですけども、はい、非常にコンパクトにやるっていうところで、まあ、自分たちがボール持ってる時に、まあ、前の人が、うん、まあ、こういう感じでこう張ってると、うん、でここにこういう選手がいて、うん、まあ、こういうことになるんですけれども、はい、今日の、まあ、アントラーズの狙いとしては、はい、もう伝統的にやはりやっぱこのしっかりとした3ラインからの奪った後のカウンターっていうのが一番怖い。あ、カウンター、はい、で特にまあ前に鈴木選手とか、はい、ちょっとこう怖い選手がいて、そうですね、であとここが出てくるのが早いっていうことがあるんで、うん、あ、そうなんだ、うん、まずこの罠にはまらないってことですね。うわ、はいはいはい、そこが大事なポイントが一つ攻撃の方ではあるかなと、はい、で特に攻めてる時の、まあ、このリスクっていうところを、うん、まあ、例えばこっちサイドから攻めてるんだったら、まあ、半田選手はどれぐらいのポジションを取るかとか、まあ、アンカーの選手はどれぐらい取るとか、そういうところで常にリスクをちょっとしっかりと抑えておかないと難しいかなと、危ないかなというシーンはあると思います。なるほど、うん、はい、逆にガンバがこの得点を取るためにはここを抜けたらこう、そうですね、アントラーズのこう良さを消せるんじゃないかという、はい、それはもう、まあ、僕はですね、まあ、ここ数試合見てる中で、はい、やっぱりもうこのサイドバック2人、半田選手と黒川選手、はい、がいかに高い位置取れるかと思うんですけど、あ、まあ、これはまあさっき言った罠にかかりやすい現象なんで、逆に言うと、はい、ということなんですか、で難しいな、うんうん、まあ、このアンカーのポジションとセンターバックがこう広がりすぎちゃうと引っかかった瞬間危ないので、やっぱりこのここにいかにボールを入れられるか、ここがポイントになると思います。山本選手が、はい、でこの山本のところにボールを入れるためにこの前の2人が大事になってきて、この選手がボランチの選手をどれだけこう引っ張り込めるかみたいなポジショニングを取ってフリーにすると、うんうん、この形ができてると、ここにボールがたくさん入ってボールを振ることができるとサイドバックが高い位置出れるっていうのは一番いいことなんですけど、はい、ただどう、うん、はい、最初から振るとこのスライドって言ってもう横にこうコンパクトになってるんですけど、うん、こっち側からこっちにボールを半田選手のところにボール振ってもスライドかけられてまたスペース消されてなかなか攻められないと、ということが一番大事なんで、この3人、まあ、特に宇佐美のところとかにボールを入れるっていうことをやる、うん、でここのこの4人を、まあ、釘付けにする形、はい、この3人でする形にすると、まあこうここにケアを入れながらここの人が絞らなきゃいけない状況になった時に初めて外が開くと、あ、最初から外ばっかり狙ってるとスライドかけられるけど、ちょっと中を狙うよっていうのを、うん、ただここに入れてここで取られたらダメなんです。ここは遊びのパスで、遊びのパス、ここは見せかけのパスをしてリターンして振るっていう形が一番いいと、あとはここです、ここが問題で、あ、ファーラーの選手、はい、うん、これがもしこの人、この山本選手がフリーにならなければ、はい、この2人がちょっとボランチ気味に落ちてボールを動かすと、ほうほうほう、ってなるとここに入ってきて、あ、倉田選手も、はい、ここに倉田とかこういう選手が入ってくることによってここが狭くなったらここが空くと、
これがインサイドアウトサイドっていう形なんですよ、うんうん、前の選手がこれでこういてるとアウトサイドアウトサイドなんで、はい、こう普通に2対2で対応されやすいんですけども、1人がインサイド入ることによって、うん、このサイドバックの選手はどっちを見たらいいんですかみたいな、惑わせるんですね、はい、どっち見ましょうかみたいな形になるんで、うまくボールがここに入れば前向いてシュートとか宇佐美のスルーパスとか、これが寄ってくればハンダが高い位置出てここからのクロスとかいう展開ができるんで、この3人がどういうポジションを取ったら前の選手がどういうポジションを取る、でそれでハンダとか黒川使えるかみたいな形ができたら、このブロックを揺さぶって揺さぶって揺さぶって最後はチャンスが出てくるかなって思います。ちょっと今の見延さんに聞いたって言わず、私今度友達その話していいですか？まあちょっとこれをね、どれぐらいチームとしてね、うん、まあ、こうイメージできてるかが大事で、まあ、例えばこう外側にいてこう上がって詰まってしまいますよね、うんうん、だから、まあ、中に入ったからこそ出れるし、か自由にそうここのスペース使えるっていうことと、ね、あとはもうここです、今もう世界のサッカーで一番重要なこの、はい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 、ここを、まあ、ポケットとかって言い方するんですけど、まあ僕、うん、うちのチームというか僕はディープって言ってるんですけど、ディープ、まあ、深い、うん、深いっていう意味で、ここにボールをいかに持っていく形が大事か、まあ、ここで受けてここを狙うのか、まあ、こういうとこで受けてこのスルーパスでこの深いとこを狙うかって、これはもう守備が一番やりにくいとこなんで、ここをいかにつけるかって、この 4-3-3 ってもう本当いいシステムなんですけれども、はい、さっき言ったように罠にかかりやすいシス 4-4-2 に対してはかかりやすいシステムなんですよ、うん、だから自分たちが意図的に意思を持ってボールを動かさないと危ない場面はカウンターとして出てきますね、うん、なるほど、今日めちゃめちゃ深い話聞けてますよね。ちょっと真面目すぎました。いやもうめちゃめちゃありがたいです。私もすごい分かりやすくて、多分そのまんま多分友達に言えるぐらい分かりました。ですか、はい、ありがとうございます。、はい、おお、なるほど。こう罠にかかりやすいけど、逆もうそれを逆手に取れば本当こっちのチャンスもたくさんあって、なるほどね。ちょっと今日どういった動きになるのか、まあ、試合の後とかにもね、ちょっと答え合わせなんかもしてみたりとか、はい、 そういうのも楽しいかもしれないですね。まあ、もう当然それはもう監督も選手も先日のトレーニングの中でね、はい、相手がこうしてくることを想定してどうするかっていうことはやってると思うので、まあ、それは大丈夫だと思います、はい、ちなみにすごい分かりやすいとか、このコーナー作ってほしい、説明が分かりやすいというふうに、はい、来てますので、皆さんにすごいありがとうございます。、はい、ではここからはガンバ大阪の新グッズご紹介していきます。まずこちらです。こちらエンブレム型クッション、税込みで4950円。こちらがエンブレムで、後ろが今回は宇佐美選手をご用意しました。結構ね、大きさもありますよね。宇佐美と一緒に寝れるわけですね。そうですね、一緒にこう枕にしてみたりとかね。こうソファに置いてもいいかと思います。、はい、まずこちらです。そして続いてがクロスアクリルスタンド、税込みで1760円。私の前に宇佐美選手で、そして見延さんの前は谷選手ご用意しました。この台の部分がね、こうクロスになってるんですよね。で、内側の実は名前が書いてあったりとかして、とてもサイズ感もね、こう机だったりオフィスの、ね、こうデスクなんかに置いても飾りやね、はい、これでもスタジアムに持ってきて写真撮ってる方とかも多分いますので、そのように、ね、使っていただいてもいいかと思います。はい、こちらオンラインショップに行って、受注販売しております。こちら昨日12時から販売開始していまして、7月2日日曜日の10時までとなっています。そして全選手対応となっていますので、お好きな選手皆さんチェックしてみてください。では続いて質問たくさん来ています。注目している選手はどなたでしょうかと。そうですね、やっぱり、まあ、今日はホームですし、やっぱり、はい、まあ、ゲーム自体は、まあ、僅差になるんじゃないかなと思ってるんですよね。はい、まあ、その打ち合いにはならないと、ということは、まあ、一点勝負みたいな感じになると、やっぱり注目はフォワードの選手ということで、まあ、宇佐美もね、久々の出場なんで、そうですね、スタートメンバーなんで、まあ、やってほしいなとは思いますけれどね。そうですね、はい、やはりこの皆さんね、宇佐美選手のシュートゴール見たいですよね。うん、そして続いてきたのが、勝つために
こうしたらもっと勝てるんじゃないかみたいなこのポジティブなマインド、ね、まあ、あの魔法のレシピはないんですよ、勝つためのそうか、うんうんうん、だからやっぱり一つずつ丁寧にこう自分の役割を一人一人選手が、うん、しっかりやっていけばトータルとしては上回ることはできると思うのでね、はい、まあ、そのあたりがすごいポイントかなと思いますね、まあ、その 誰かがエラーしても誰かがカバーするとか、うん、まあ、いわゆるチームワークをやっぱりしっかりやっていけば、うん、勝つ確率は上がると思います、はい、もう先ほどの説明でももうすっごく当たり前のことなんですけど、本当全選手が一人も欠けてはいけない、こう全員のこのチームワークっていう大切さをこう改めてこの、ね、お話を聞いてすごく感じました、はい、そうですね、うん、まあ、もうサッカーも11人でやるスポーツなんでね、はい、常にいいプレーが出続けるわけじゃなくて悪いプレーもある、うん、それをカバーしてあげる、うん、でいいプレーは起こりやすいように一人一人が自分の役割をしっかりやっていけばゴールにつながるし、守備もできるっていうところがポイントじゃないかなと思いますけども、うん、なるほど、ありがとうございます、はい、もう間もなくキックオフの時間が近づいてまいりました。最後になるんですが、ファンサポーターの皆さんに一言お願いいたします。そうですね、ガンバもちょっと今、まあ、最近の、ね、シーズンはもういい結果出てないですけども、はい、やっぱこう今まで黄金期作ったみたいな伝統のあるクラブですから、はい、やっぱりこのチームがどれだけ伸びるかっていうのはすごい楽しみなん で、うん、で僕はもう常に監督の時に、よくコメントさせてもらってたのは、はい、晴れの日だけじゃなくて雨の日も共に歩んでくれるサポーターであってほしいっていうことを、うん、まあ、よく頼んでたんですね、はい、で、まあ、勝ってる時はもうみんな応援来るけど、はい、雨になったらねちょっと、うん、来ないとか、それから成績が悪いとちょっとあれっていいんじゃなくて、いつまでも、ガンバを愛してもらえるっていうか、うん、そういうクラブであるべきだし、サポーターの人にもお願いしたいなと思います。はい、そうですね、はい、もうどんな時もこう選手皆さんの後押しをみんなでしていきたいですね。そうですね、はい、ではこの後はダゾーンで引き続きガンバ大阪の応援お願いいたします。